天気 JP チャンネルをご覧の皆様、3月4日公開の映画ブルース丸で主人公の鶴玉木役を演じました玉湯です。ブルース丸を 120% 楽しむためにブルース丸とはを天気 JP の気象予報士さんに教えてもらっています。これを見ると映画をさらに楽しめますよ。それではどうぞ。気象予報士の望月恵子です。堀田さん、よろしくお願いします。お願いします。早速映画のタイトル、ブルーサーマルって何、というところを一緒に勉強していきたいと思います。はい、よろしくお願いしますね。お願いします。まずサーマルは気象の中でもとても大事な現象で、上昇気流のことを指しているんですね。はい、このように日中太陽の光によって地面が熱くなります。そうするとその周りの空気も一緒に温められるんです。でこの暖かい空気は軽くなるので、空に浮かび上がろうとして上へ上へ向かう空気の流れができるんですね。それが上昇気流、イコールサーマルということなんですよ。はい、ところでこの映画に出てくるこのグライダーなんですが、グライダーってこれ、エンジンがないんですよね。そうみたいです。びっくりしました。エンジンがないことでこれ重力でどんどん下に落ちていくかと思いきや、この機体を支えて、そしてさらに高い高度に連れて行ってくれるのが上昇気流、サーマルということなんですよね。はい、ちなみにこのグライダーの機体って多いんでしょうか。堀田さん、ご存知ですか。映画の中で玉木含め他の部員たちがすごく推してるシーンがあるので、でも一人じゃなくて複数で押している、そうですね、複数でした。ですとやっぱりかなり重いのかなと思うんですが、そんな重いグライダーをどんどん押し上げちゃうっていうサーマルって、やはりすごく強い力ということになりますよね。はい、ところでそのサーマルって、実はゲリラ豪雨と関係があるってご存知でした？知らないです。雨がすごく一気にこう降るものですよね。そうです、よくご存知ですね。そのサーマル、こんな風に雲を作るんです。空気が上昇すると、上空の方が気温が低いので、空気中の水蒸気が冷やされて雲に変わります。そして大気の状態が不安定な時には、強い上昇流によってこの映画のような発達した積乱雲ができるということなんですね。はい、これ実はカナートコフモという名前がついてるんです。そしてこのカナトコグマの地では、短い時間にごく狭い範囲で起こる豪雨、ゲリラ豪雨が起こっているというわけなんです。はい、でもそうするとブルーサーマルっていうものがこの雲がない青空の中にあるものだと思うんですけれども、なぜ雲ができないんでしょうか。いいとこに気がつきました実はですね、空気が乾燥していたり、あと地形の影響があったりといったさまざまな条件が重なった場合、そういう時には、雲ができないサーマルというのもあるんです。はい、こう雲の目印がないので、どこにあるかわからない、そんなサーマルを探し当てられたらどう思いますか。ラッキーですねなので映画の中では捕まえたら幸せになれる風、というふうに呼ばれているんですよね。作品に入る前にブルーサーマルだったりサーマルってこうどういうものなんだろうっていうのは調べてはいっていたんですけれども、実際に聞いてみるともっともっと詳しく今知ることができたので、先に知ればよかったとすごく思いました。でも本当に勉強になりました。それは良かったです今回映画ブルーサーマル、映像の美しさも見どころの一つと伺っているんですが、すごく本当に空の色が美しくていろんな表情を見ることができるので、ぜひ空が好きな方々にはついもってこいの映画だと思います。ありがとうございます。天気 JP は映画ブルーサーマルの公開を楽しみにしています。このブルーサーマルという作品はですね、空だったり航空部だったり、大学が舞台になっているんですけれども、主人公の女の子が、恋をしたいと思って入ったのに、あることがきっかけになって航空部に入ってしまって、そして空に恋をするという、そんな素敵な物語になっているので、天気 JP をご覧の皆様も空がお好きな方がたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。君うちの部に来なよ。え？
え？ここは青薙大学体育会航空部。普通の大学生活がしたい、恋がしたい、そう思っていた。でも行くぞ。私は空に恋をした。お前体重何キロだ？はぁ？なぜあんたにそがんこと言わんばいかんと？グライダーは重心食らわないように座席に重り入れるんだよ。40…嘘はつくなよ。ブルーサーマル？ブルーサーマル？あー、捕まえたら幸せになれる風かな。私、空のこともっと知りたいです。なんであんたがこんなところにいるのよ、お姉ちゃん。俺はこいつが育てば青薙の全国制覇も夢じゃないと思ってるよ。私何やってるんだろう。本当に空を飛ぶ気があるなら俺がいくらでも助けてやる。お前はお前らしく楽しんで飛んでこい。はい、いつか捕まえてみせる、幸せになれる風。夢のような世界。玉木のこと買ってるのね。少しは認めてやってよ。結果を出せ。まずそれからだ。今日は死んでも負けへんから覚悟せよ。何やってる、コースを戻せ。え、あいつにもしものことがあったら俺、ツルタマみたいなやつが現れるのを俺はずっと待ってたんだ。空で見つけた大切なもの、ブルーサーマル。一緒に空を飛んでみませんか？